いっせーの、もときはい、どうも阿賀野市出身タレント、清野もときでございます。さあ、前回に引き続きましてですね、今回も阿賀野市の魅力をお伝えしていきたいと思います。でね、やはり私だけだと花がないので、今回はですね、綺麗な可愛らしい新潟タレントのお二人をお呼びしたいと思います。どうぞ。じゃあ自己紹介をそれぞれお願いします。はい、新潟を中心に活動してます、レポーターとか司会とか、あとはバンドとかでいろいろ歌ったりしてます、中澤優子です。よろしくお願いします。はい、ラジオパーソナリティと、あとは歯のホワイトニングのお店をやっています、木村あさみです。よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、いや前回ね、さつまいもを掘って収穫して、で美味しいさつまいもご飯にして食べましたけども、いかがでしたか、キムは。いや本当にね、私この間も言わせていただいたんですけど、あの美味しいものもたくさんあるし、イケメンが多いおすね、びっくりしました。私はこんなにいいところだっていうのを再発見できました。なるほど、はい、まあでもいいですよね、え何でもいいので、阿賀野市の魅力に気づいていただければいいなって僕は思ったんでね、ゆかちはどうだったでしょうかね。いや、なんか阿賀野市ってこうくくりでこう見た時に、何でもあるんだなって。そうでしょ、なんかだって釜からお米から全部阿賀野市さんだったから。そうなんですよ、たくさんの出会いがありましたね。はい、そうなんですよ。あのね、阿賀野市は、まあ、野菜とか、まあ、お米とか、そして乳製品とか、まあ、有名だったんですけども、でまた最近、まあ、牛肉とかね、お酒とか、あとまあうなぎとか、そう、もういろんなものがね、また一品が生まれてるわけですよ。はい、でそういうものってやっぱり人がいないと作れないじゃないですか。収穫もできないし、だから今日もですね、まああるところに行って情熱を持ってあるものを育ててる人のところ行きます。はい、そして収穫したものを食べますんで。やったー。さあ、今回もどんな出会いがあるんでしょうかね。楽しみです。今回はイケメンはいないかもしれない。いないかもしれない。わ、はい、かりません。落ち着いとこ、落ち着こう、落ち着こう。ということで、じゃあ阿賀野市の魅力発見、はい、いきましょう。羽ばたけよスワンダイバー。どうした、なんかこわばってるよ顔どうした、なんて蜂いっぱいいる。いやでも蜂のとこ行くって言ってたじゃんか。こんないると思わないから。想像以上に飛んでる。いやいや大丈夫だから。はい、ということで、我々はですね、八兵衛さんにやってまいりました。はい、八兵衛さんの代表、高橋さんです。お願いします。お願いします。高橋さんだけなんか防御してるぞ。そうそう、完全にずるい。うちら口だけじゃないかよこれ。防御されてされてないから。はい、さあ高橋さん、はい、まずはこちら八兵衛さんなんですけども、はい、まあ、もう蜂がもうブンブンブン飛んでるんですけど、そうですね、はい、ここはどういったところなんですか。もともと耕作放棄地といいまして、耕されていない農地をですね、貸してもらいまして、そこで今ミツバチを育てている場所です。はい、はい、ミツバチを育てて、はい、蜂蜜を取るの。はい、じゃあ今日はですね、蜂蜜を取る体験からです。取るいますよね。取ってもらうでいい。まあ、今一緒にちょっとね、養蜂体験ということで、はい、蜂蜜を食べるところまでぜひやっていただけたらなと思っています。ちょっと君たち、いいですか、先週のさつまいも取りと比べてテンションが違うんじゃないか。怖いじゃん、もう私トンボですら。蜂がそう思ってる。分かんなくなりますけどね。一回ほらやってますから。俺僕一回やってるんで。だからそんな余裕なんですか。そうです、そうです。だいぶ怖かったですけど、あの時もね。まあでも一回やって大丈夫なのって分かってるから大丈夫なんで、まあ、やってみましょう。やってみよう。で蜂蜜を取ってで何かにかけて食べるわけですよ、この後ね。それは食べたい。そうそうそう、いや高橋さん、それは楽しみなんです。あ、なるほどね。ここやだと。あそこまで。あ、そう。だから。嫌だは言ってない。
真上から坂に行きたくね行きたくねキャ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 もうさ車から降りてこないからそうそうそうわがままな女優かと思ってこうすればいいですか、はい、これはこれもかぶってもらってで、まあ、一緒ですなとはもうキュッて縛るだけなんで中から入らないようにだけあなんか床地に色なんか未亡人みたいな未亡人みたいな感じですね。前回から思ってたんですけど、なんかあのディスってません。大丈夫ですか。ほら未亡人だよね君。てん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 。これ未亡人ね。未亡人だからそれ。え、なんなん。久保田咲だぞ。子供たちが空に向かい言うて。あ、結構似合うんじゃないですか。似合うって私ここまですればあのまだ。うわぁ手手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 手これで動くんかこれはなかなかないサイズですね。でもこれ、まあ、子供だけ、子供で手がつけないそういう受け身をね、ちゃんとでも、でも、子供だけでちょっと待って、ずっと新しい感じ古畑任三郎スタイルでいくんですか、子供がいくんですかいや、だって、うん、入ってくるじゃないですか。じゃあまあ、中澤、認めよういい、はい、撮るときだけ手出すからさ。わかりました、うん、じゃあ一応できましたんで、じゃあ今からですね、蜂蜜を取りに、はい、行くぞー。あー手出てないおおじゃあいいですか、はい、OK よ。めっちゃやうわーやばい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 ダメだ、すごいダメだ、ダメだ近くで見てたもしかしたら集団恐怖症かもしれない。集合体恐怖症今、あ、集合体だ集団恐怖症初めて来たらトーナーとか言っちゃったけどあーやばいもう焦りすぎてもうその煙は何なんですか。これはね、あの蜂をちょっとあの落ち着かせるための落ち着かせる、はい、今とりあえず落ち着いてます。そうそう、落ち着いてはこの群れだけは、うん、他の群れがまた来る。やだやだ私にもかけていただきたい。私も落ち着きたい。それ持ってたら、いや浅草じゃねえんだから。煙にかけないで。いや浅草じゃねえんだから。ちょ私にもあのちょっと手が出せないんですけど、ちょっと私手出すから。ほら。うわあ。うわあ。うわあ。ネックレス大丈夫じゃないと思うんだけど。大丈夫？大丈夫。手袋してるからあれだけど蜂蜜いっぱいのやつを抜きましょうか。戻すんですね、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 戻すんですね。いやー、いやー、叫び声がしまった。私だ、いやもうパニックになって、私が何が正解か分かんない。正解なんてないんだよ。俺もうちょっと怖くなってきてる。マジでこれを抜いて戻りましょう。はい、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 でも近くにいればいいじゃん。俺手入ってるからさ、手入ってるから。あ、そっか、そっか。うん、いやでも体が出てるんだ。私足開いてる。足開いて、おい、いきなりすんな、いきなりすんな。やめてくれ。ないな。もう。ありがとう。怖い。無駄。私は無駄。待って。すっごい近づいても大丈夫ですか。ダメかも。これがカメラ回った時の我々のパワーだ。あー、来た。頑これ持って、じゃあ向こう行きます、はい、それそのまま持ってくんですか。れ連れて行きますよ。え、何百匹います。行くぞ。帰ろう、行こう。さあ、持ってきましたね。持ってきました。タケさん、これでどうするんですか。で、これで、うん、この後、ここに白い蓋されているのが要は穴がある部分とない部分があるんですが、はい、この蓋をした部分っていうのが要は蜂蜜が溜まって出来上がりましたよって合図なんですよ。そうなんですね。ここに小指をですね、はい、ちょっと重たいんで下を置きますね。当ててギューッと押します。すごい蜂蜜だー。ペロペロして食べてる。すごい。自分たちも蜂蜜食べるんですか。もちろんさ、自分たちが食べるために持ってきてるからね。人間のために持ってきてるわけじゃないからね。それを、ね、横取りしてるだけ。そういうことですよ。そういうことなんですよ。だから蜂は怒るべきなんですよ、我々に対して。そうなんですよね。男の子の私がまず先陣を切りますから、はい、見てろよ。マジか。よし、ラニストールが、はい、おー ちょっと待って。ダメだってよ、マゴキさん。ゆっくり。
ありますんで気を取り直してですね、はい、行きましょうか。はい、はい、十分注意して、はい、お二人蜂蜜取りましょう。どっち行く？じゃあ私が行きます。お姉さん行きます。行きます。それは点取るからね。姉さんじゃあ行ってくださいよ。行きます、はい、大丈夫、うん、大丈夫な気はしないけど私腕中入ってるから。もっと手出してもいいと思う。そういうなんか変なモニョモニョっとしないで、はい、ゆっくり。怖い怖い怖い。あんまり痛くなっちゃうから。行きますね。うん、はい。ゆっくり。はい、大丈夫大丈夫。それもギュッとして。ギュッとして。お、ついた。オッケー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 。あ、ある。あ、甘い甘い甘い。よかった。蜂蜜の味だ。よかった。苦労した甲斐があったね。これはね。うん、これを経験した人しないと分かんないね。味わえない味だわ。じゃあキム、いやということでね、もう次で締めんじゃねえよ。私はハプニングに見舞われた。でゆかちんは今頑張ってできました。じゃあキム、うんうん、おいしいよ。ほらゆっくり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 ぎゅー、はい、おい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 よかったよ。もう、ね、このやつですね。皮の部分も美味しい。あ、本当に。皮も食べた。食べれますよ。食べても大丈夫なんで。いい経験になりましたね。はい、貴重な経験になりました、はい。ありがとうございます。はい。はい、ありがとうございます。で、ごちそうさま。八兵衛さんの蜂蜜を持って、はい、今度はですね、ちょっとある場所に行きたいと思っておりますので、はい、その蜂蜜をあるものにかけて、また美味しく召し上がろうと、はい、いうことでございます。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ごちそうさま。ありがとう。ごちそうさま。はい、ということで、はい、次の場所に着いたんですけども、さあ自己紹介お願いします。はい、有限会社安田講和の寺の本田と申します。よろしくお願いします。お願いします。さあ先ほど収穫した八兵衛さんの蜂蜜を本田さんが作っているある果物にかけて食べようと思います。果物、はい。本田さん、発表してもらってよろしいですか。はい、じゃあその果物とはドゥルルルじゃん、いちごです。やった、自分でドラムロールやったノリがいいですね。いちご好きですか。いちご大好きです。まあ女子は好きでしょうね、いちごね。蜂蜜かけて食べたことはない。私もない。あ、確かに、なんか練乳だったらわかるけど、そうそう、はいはい、でも蜂蜜も合わないわけないよね。うん、贅沢な感じしますけどね。だよね、うん。じゃあ、蜂蜜をかけるイチゴを収穫できるってことでいいんですね。はい、そうです。よし、じゃあ行きましょう。行きましょう。はい。ウェーウェー。赤の大好き。じゃあお渡ししたハサミで、まず赤いイチゴを優しく手に持ってもらって、でこのヘタの上、はい、ヘタの上にハサミをチョキンと入れて取ってもらいます。はい、はい、了解です。ハサミちゃんからどうぞ。じゃあこれね、綺麗だ。お、どうですか本田さん。どうですか。完璧です。完璧。ダイヤモンドみたい。キラキラしてる ね。これどんどん取ってっていいんですか。はい、食べたくなるな。
これはなんか選び方とかあるんですか？選び方は、なるべくヘタが上に反り返ってる。あ、反り返ってる。なるほど。面白い。色味はどうなんですか？色味はやっぱりヘタの方まで赤みが回ってるものが美味しいですかね。なるほど。あさみちゃん、私が取る分がないんだけど。欲張っちゃダメですよ。これ今日は没頭すると忘れちゃうからね。私取ろうかなと思ったけど、全部取ってくなと思ってさ。あとゆかちゃんのさ収穫シーン撮りたいんだよ。ごめんなさい、ごめんなさい。ゆかちゃんが手前の撮って反対側もあるんで。あ、なるほど、ありがとうございます。じゃあだ今日ね失礼します。以上、取れました。1個目、ここからないからね。これって今食べることできるんですか？今食べれますよ。あ、ちょっとじゃあゆかちん試食してみてよ。オッケー、いただきます。うん、甘っ、おいしい。キモ食べちゃう、これ、うん、食べちゃう。食べれるようにもうつまんでた。待ってたよね、待ってた、わかる。あ、みずみずしい、おいしいです。これはショートケーキに乗ってたら最高ですね。めっちゃうまいわ。中にももうふんだんに入れてほしいね。おいしい、おいしい。じゃあ私もいいですか ね、 ね、視聴者見たくないと思いますけどもね。じゃあちょっといいですか、ここら辺の。ありました、はい、こちらです。あ、いい形してらっしゃるわよ、はい、いきますね。はい、はい、こちらね、はい、収穫しましたんで、じゃあいただきます。うん、まっ、おいしいな。聞いてねえよ。聞いてねえじゃねえかよ。おい待ってよ。今ね、こそこそおいしい、これおいしいよって教えてもらってた。これが一番おいしいって本田さんが教えてくれた。本田さん、俺の食リポ待てなかったタイプだ。そうです。あ、そうですか。そうです、いける。いた、え、これかな。わあ、本当だ、でっか。もう持てないね。持てないぐらい。キラキラキラー、素晴らしい。イエーイ、たくさん取りました。よし、じゃあ蜂蜜をかけて食べましょう。食べましょう、行こう。レスコレスコン。ウェーオーエー、アガノ大好き。さあ、いちご収穫しましたけども、はい、じゃあいよいよこちらに蜂蜜をかけるんですけども、はい、うん、やはりね、蜂蜜のスペシャリストといったら、うん、あの方でございます。はい、高橋さんです。おー、ね、来ていただいた。よろしくお願いします。なんとね、ついてきちゃいましたんで。そうだったんだ。こっそりいちごいただきました。やっぱりプロにね、蜂蜜をかけてもらおうということでございまして、はい、じゃあ早速、うん、かけてもらいましょうか。お願いしましょう。したら今日ですけど、はい、蜂蜜の種類が何種類かあるんですが、うん、一番ちょっと阿賀野市っぽいというか、うん、阿賀野市の木っていうのが実はあって、はい、桜の木なんですよ。その桜から取った桜の蜂蜜で、ぜひいちごと一緒に召し上がっていただきたいなと思います。はい、いちごに桜、すごい。いいですか、じゃあ。いいんですか、こういう感じ。そんな感じでいいと思いますよ。カメラよ、じゃあ行きますね。うわー、すげー、すごいキラキラだよ。キラキラだね。キラ宝石みたい。落ちる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 。食べて食べて。はい、食べます。いただきます。葉っぱ食べちゃった。欲張りすぎ。どうよ。うまっ。うまい。うん、なんかちょっと違うフルーツ食べてるみたい。本当。南国のフルーツ寄りになる。あと桜の香りちょっとします。しますよね。します。なるほど。すごいよこれ。すごいね。じゃあゆかちん行きなよ。食べて。美味しい。はい。じゃあお願いします。はい。ちょっと多めか少なめか。ちょうどいいぐらいで。あ、はい、どうぞ。これです。いただきます。キラキラした。うん。うん。あ、全然違う。甘みがうわって広がるし、うん、桜の香り本当わかる。いちごなのに、うん、なんかちょっと ね、いちごっぽくなる。スイーツになるね、やっぱり。あ、うん、いちごのを使ったスイーツ。なるほどなるほど、うんうんうん、
じゃあちょっとおじさんにもいいですか。全然おじさんにも。おじさんにもじゃあ。おじさんごおじさんにかけるのもなんか。おじさんごおじさんにかけてまーす。はい。いやー、食べる、食べる、食べる。ちょっと待って、もう。いただきます。どうしよう。やだー。モザイクかけてください、そこ。あ、これは大人のフルーツだなって気しません？うん、美味しい。なんかお酒と合う気が、ね、しますよね。ほんと全く違うものになるね。なんかさ、ワインとかね、合いそうな、うん、白ワインとかと合いそうな感じする、うん、これ俺スナックにあったらまあまあ最高って言っちゃうね。これが出たらすぐまた違うフレーバーのやつがねあって、これ本当に阿賀野市のいろんなお花から取った百花蜜っていう種類の花で、蜂蜜で、はい、若干ちょっと香りが違って、うん、うまっ。あ、こっちの方が濃厚で甘さ、うん、強い、甘みが強いです。はあはあ、いただきます。ああ、うん、うんうん、あ、全然違うね、先ほど。全然違う？うん、なんかいろんな花の香りがする感じがする。うん、もう一個もらっていいですか？じゃあおじさんにかけてください。はい、おじさんがじゃあおじさんにます。ちょっとした多めに。もう絶対やっちゃってるわ。もう耐えてる耐えてる。もう高橋さんやっちゃってるわ。マジでこれ。いただきます。モザイクだわ。うい。うん。本当だ。全然違うなきっと。本当だ。いろいろな香りがするね。なんかお花畑の中にいるみたいな感じするよ。わかる。ね。本当さっきはほら、うん、桜の風味だったけど、うんうん、本当お花畑で。なんか怖いだよ。怖いだよ。おじさんみたいな。いや、うまいね。おいしい。これ全然違うね。本当に思ったんだけど、うん、今練乳をさ、イチゴにかけるのがベターになってるじゃん。うん、これちょっと阿賀野市さんのさ、イチゴにさ、阿賀野市さんのこう蜂蜜をかけるのがベターになってほしいよね。おつですね。いやー、これぜひ皆さんやってくださいよ。あれはあの蜂蜜バイキングみたいな感じでさ、種類何種類か置いてもらってさ、食べ比べみたいなやったら面白いかも。そういうのもいいかもしれませんね。いや、美味しかったな。美味しい。こんなに違うと思わなかった。うん、ねえ。いやー、とりあえず本当さ、手洗わせてもらっていいですか。これ。ウェーウェー。阿賀野大好き。さあ、ということで、はい、今回は阿賀野市さんの蜂蜜を阿賀野市さんのいちごにぶっかけて食べたわけでしたけども、うん、ゆかちん、どうでしたか？いや、もうね、いちごも蜂蜜もキラキラ輝いてて宝石みたいで、すごい。しかも食べてもう上品な気持ちになれるっていうの、もうセレブな感覚になりましたね。本当ですか？うん、嬉しいな。美味しかった。キムはどうだったでしょうか？はい、あの合わさるとなんか別々のものがね、合わさると、うん、なんか新しい味というか、なんかあのまあね、すいません、イケメンもいらっしゃるんで、やっぱこ、ね、今回までイケメンがいらっしゃるということで、はい、私あのいちごと蜂蜜とイケメンに囲まれてお酒一杯飲みたくなりました、ね、ちょっとあの喉が渇いてきました。一個いいですか？あの一人私より年上の方がいらっしゃるんですけど、あの人もイケメンと認定ですか？イケメンです。あら、あ、よかったですね。もうずっと前回からもうイケメンだ、もう阿賀野市の生産者はイケメンだっつって言ってきてて、で今日のオープニングでもね、どうかななんて言ってたんですけども、ね、マスクしてきてよかったですよ。先輩だからね。ということで、阿賀野市は運命感もいっぱいあるし、ね、イケメンもいるし、そのイケメンたちが努力して一生懸命作ってるし、最高の街ですよね。はい、今日も新たな出会いたくさんありましたね。これからも応援します。ありがとうございます。じゃあお二人もこれからも一生懸命頑張って美味しいものを作ってください。わかりました。はい、お願いします。来週はね、まあ、前回今回とちょっとお野菜メインにしたので、うん、まあ、農作物を ねしたので、次回はよろっと肉いく？肉いきましょうか。肉いっちゃいますか。はい、では次回はお肉いっちゃうんで、また皆さんよろしくお願いしたいなと思っております。はい、皆さんありがとうございました。ありがとうございました。また次回、バイバーイ。阿賀野市来てね。